はい、本日はですね、ダウンジャケットでやってはいけない行動をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、僕はダウンジャケット30着ぐらい持たせてもらってるんですけども、それでね、普段パッて皆さんが何気なく行動してるんやけど、それやばいですよと、それやらん方がいいですよっていう NG 行動がございますので、その辺をご紹介していきたいなと思います。まずはじゃあ一つ目、早速いきましょう。こうやってダウンジャケット買った時にたまにね、こういった袋ついてきません？なんかスーツとか買った時についてくる袋、あらおしゃれじゃないと。ほんなんじゃあこれちょっとつけたままクローゼット置いとこうかな。それいけません。それしたらダメです。っていうのも、ついついこんな上品な袋つけていただいたりして、アウトレットとか買ったりとかね、セレクトショップで買ったりして、こんなダウンジャケットにこれつけていただいて、なんかこのまま飾ってたらすごい綺麗な状態のまま保てそうじゃないですか。埃もつかへんし、すごいいいじゃないですかと思ったりするんですけども、これは皆さん気をつけてください。というのも、特に日本限定なんですけども、海外やったらまだマシなんですけどね、日本っていうのは高温多湿ですね。要は湿度があるということで、湿気ってね、ダウンジャケットにもっとって最もダメなことなんですよ。ダウンっていうのはとにかく湿気とか、あと水っていうのがもう全くダメなことなんで、こういうカバーをつけちゃうと、どうしても服とカバーのこの隙間のところに湿度が溜まりやすくなったり、風が通りにくいってことで結露ができてきたりするじゃないですか。そういうのってめちゃくちゃダウンには悪いんですね。だからとにかく買った時って、あ、これどうしても入れときたいと、もうホコリもつきたくないし、あとはおかんにもバレたくないと、おかんにこれバレたらなんかまたあんた買ったんとか、嫁さんにバレたらまた自分だけ買ってとかって言われるから、この袋でカバーしてたらちょっとバレへんかなとかって思ってね、延命治療するわけですね。寿命をちょっと先延ばしにしたりするんやけども、いずれ怒られますから、それもいずれバレることやから、もう先にもバラしましょう。ほんなんじゃあこの袋って何のためにあんのって話じゃないですか。それはですね、僕もまだ迷宮入りしております。なんであるのかがわからない。多分おそらくやけども、この買った時の高揚感かな、この袋に入ってるってことですごい高級品を買ったっていうイメージあるんやけども、これ使いどころ全くございません。じゃあダウンジャケット以外何か使えますか。例えばフリースに使えますか、あとそれからマウンテンジャケットに使いますか、いろいろあるんですけども、こんなもん特に入れることないです。洋服って基本風通しのいいとこに入れることが普通というか、それの方が長持ちするんですよね。だからあんまり洋服をね、こんな感じでいっぱいギツギツに詰め込むのも良くないし、ギツギツじゃないんやけどもずっと袋にかかってる、これも良くないんですよ。でね、クリーニング出した後ってこういう上品なええもんじゃないんやけども、透明のビニールついてくるでしょ。でなんかここのとこにね、奈良とか書いたりね、大阪とか書いてタグついてきて、クリーニングしましたよみたいなタグついて、黒の安いハンガーですわ。でそれにね、透明の袋ついて、それもそれでなんか綺麗な状態から置いときたいな、今年の来年の冬までちょっとこの状態で置いとこうかなとかって思ったりするんですけど、それは最もやばい。とにかくあれ風全く通らへんから、スーツとかもそうなんですけど、あれで帰ってきて、あれって透明ね、透明のビニールで帰ってきた時はとにかく脱がしてください。でこのチャンネル見ていただいてる方っていうのは基本的にはもう脱がすのが得意な人ばっかりです。とにかく何でもかんでも脱がしといてください。脱がしといてくれたらもう長持ちしますので、何をかは知りませんけども、とにかく脱がしといてください。脱がしといてくれたら、そうやって長持ちすると。だからこういったカバーとかは一切かけない、かけてはいけませんよ。結構これ皆さんやりがちなんやけども、スーツの方がなおさらね、この袋にかけたまま置いてないけど、それ痛む痛むと湿度でどんどん服がね縮んだりとか、あとは湿気吸ったりとかして長持ちしづらいということなんで、とにかく洋服は風通しのいいとこ、そして、次の2番目でも言うんですけども、直射日光を絶対当てないということ。っていうのもね、直射日光当ててね、わ風通しあるからちょっと冬なんか寒いやろうから、ちょっと今日は天気もええし、これ直射日光に当てとこうなんて言ったりしたら、たまにやけどもね、すごい大昔のねヌプシ着てある人とかたまに見ません？なんか一応ヌプシノースウェイスの柄ついてんねんけども、もともと多分これ緑やったんかな、なんやろうなっていうぐらい白くなってるやつ、赤とかのヌプシもあったりするけども、なんか肩のこっち側だけ薄い赤になってる時あるでしょ。グラデーションのヌプシみたいな感じのね、あれ勝手にグラデーションになってるだけなんやけども、そういう時とかってやっぱり直射日光に当ててるんですよ。で直射日光当てるってベランダなんか誰も置かへんわって思うじゃないですか。じゃなくて窓とかの近くに置いてて、窓の隙間から木漏れ日がずっとここに当たってたら、ここの色だけ抜けてきるんですよ。だからね、僕の近くでもたまに言ってるんですよ。すごい大昔の原付乗ってはって、もうおじいちゃんかな、一応ヌプシやねんけども、おじいちゃんはもうヌプシと気づいてない、もうとにかくここの色がもうなくなってんねんけども、あったかいから着てるっていう。あれは逆に言うとやりたくてもやれないんやけども、誰がやりたいと思ってるかって言われたらちょっと微妙なところでありますけどもね、とにかく直射日光当てるのは良くない。これはダウンだけじゃなくてマウンテンパーカーもそうやし、洋服全般ですね。とにかく直射日光にも当てない。やけど一番で見たみたいに風は入れてねと、風は入りやすいようにしてください。だからこれクローゼットに入れて閉めとくってめちゃくちゃ悪いんですよ。直射日光当たらんけど風が入らへんとかね。で逆に本来だったらその辺のカーテンレールにもつっとこうと思って、カーテンレールなんかにつってたら、それはそれでまた直射日光浴びてきて白くなってくる
しね、あのたまに黒のジャケットやねんけどもダウンジャケットやねんけども色抜けて白になってグレーみたいになってるのもあるじゃないですか。あれはそういったことに、ね、なりますので気をつけてくださいと。で次3つ目っていうのがね、これやってる人多いんちゃいます、こういった途中から生地のところから出てくるダウンの抜けってありますよね。これダウン抜けてきますよね、こうやって綿が。でこれやっぱ破れてきてるから抜けるんですけども、これをね引っ張る人いてる人、これいけませんよ。小学校の時も言われてたじゃないですか、爪噛みなさんなとかね、鼻くそほじりなさんなとかってお母ちゃんに言われたと思うんですけど、それと一緒、このダウンの綿抜きなさんなってことなんで、これもとにかく触ってはいけません。でなんやったらどっちかっていうとこう入れる方はいいんやけど、こう入れるのも無理なんですよ、手とかで入れられへんから。もうこれはほっとく、でもう抜けてくるんですよ、どっちにしても抜けるけど。じゃあ一回ちょっと実践しましょうか。これね、例えばこのまま抜くとしますね、いきますよ。あのこれも綿あの穴広がりますからね、これで、ここ、見ててくださいね、ヒューって広がったらこれ出てきましたね、わーい綿が出てきたってことなんですけども、これで穴広がりました。なのでよりもっと出てきやすくなります。だからこういうことを皆さん気をつけていただいてね、これヌプシの綿出てきたっていう喜んでもこんなもんどっか行きますので、これは皆さん気をつけてください。これが、ヌプシの綿でございます。これがフェザーの部分ですね、あの羽があるので、これ裏にした方がいいか、こんな感じでね、これは羽がありますので、これをフェザーと言います。よく 80%、20% って言ったりするけど、これフェザーなんで、この 20% の方の、要は形を形成している硬いものですね、この突き刺さってくる顔が硬い、チクチクしますけどもね、これが、生地を破ってくると。ただこのちょっとしたチクチクぐらいでもね、やっぱ破ってきるんで気をつけてくださいということで、3つ目までいきました。で次4つ目っていうのが何かというとですね、撥水剤をつけない。で撥水剤ちょっと持ってこうと思って忘れたけども、今ちょっともう手元になくなっちゃったんでね、こっちに出てますけども、ニクワックスのスプレータイプの撥水剤、これはね絶対使った方がいい。でよくわからへんブランドの撥水剤あるんですけど、それ使っていいですかっていうの、そんなもん知らん。そんなん使って色抜けたりとか変な匂いついたりしても僕全く責任取らへんけども、ニクワックスのスプレーに関してはこれはいける。これもずっと僕使ってるやつやから、ダウンジャケットももちろんそうやけど、あとマウンテンパーカーとか、要は、生地パッて裏返した時にナイロン素材とかこのタグついてるんですよ。でこのタグにナイロンとポリエステル、この2つやったら使えます。でその2つやった場合はそれかけて全然問題ない。じゃあコットンはどうなんで、綿はどうなん、ウールはどうなんってやったら、それはまたそれ用にあるんですよ。だからまた変なことせんといてくださいね。それはそれで使って、おいおいおい、なんか T シャツにかけたら変なことになったぞと、それはそうやないかいってことなんでね、そんな変なこと注意書きはしっかり見た上でねやってください。まあダウンジャケットに関してはシュッシュッてやったらいいんですけども、まあ、それをやることでより水の不侵入を防いだり、あとさっきみたいな感じで綿が抜けにくくなるんですよ。コーティングしてあげるんでね、1枚こうコーティングしてあげるようなイメージなんで、シュッシュッシュッと振りかけてあげる。まあただやってみたら分かるけども、びっくりするぐらい臭いんですよ。えこれすっごいボンドの匂いするけども、タクゾ騙したなと、あいつやりよったなって思うと思うんですけどもね、それは僕もいつも同じです。これシュッシュッシュッって、特に部屋の中なんかにしたら部屋しばらく臭いんですよ。まあ、臭いのテンション下がんなと思ったりするので、まあ、そういう時はベランダとかでねされた方がいいと思うんですけども、かけすぎた場合はまたちゃんと拭いてあげてくださいということで、撥水のコーティングをしてあげてください。もうこんなもんシュッシュッて振るだけやから誰でもできます。で最後はね、何かっていうと、とにかくケアしてください。でケアっていうのは何なのかっていうと、まあとにかくちゃんと洗ってあげるということになっておりまして、まあそんなん分かっているとクリーニングとかしたらいいんやろってことなんですけども、洋服が最も傷む原因知ってますかと。洋服ってなんで傷むんやろうねって、あこうやってこう傷擦れたりしたら傷むんかなとかね、あと引っ張ったりしたら傷むんかな、他何があるんかなと思うんだけど、一番傷む原因ってあるんですよ。っていうのも、なんで僕がこんなことしてるかというと、紡績って言って糸作るところから生地作るところから全て見てますから、どの工程で一番負荷がかかるかっていうのがあるんですけども、最も一番傷むのは何ですかっていうとですね、水に濡れた時でございます。要は洗濯してる時っていうのが最も洋服って傷むんですよ。だから清潔にしてるようやねんけども、実は生地としては少し傷んでるっていうね、生地の痛みはあんねんけども、その分清潔さはまあこっちが取れるというような感じになってるので、まあ、逆に生地を傷めへんように新品のままずっと着とくっていいんやけど、次は衛生面的にどうなんていうことになってくるじゃないですか。だからまあこの辺はちょっとね、ケースバイケースというか、そのなんていうの、こうトレードオフみたいなもんなんですけども、まあ、ダウンジャケットもね、この首周り、あと袖口絶対汚れてますし、絶対汗ついてるし、絶対皮脂あるので、まあ、それはね、とにかくこうパンパンパンと水でちょっとでも洗うだけでもいいし、タオルとかに濡れてポンポンポンってやってあげるだけでもいいし、もうそれがあれやっていうことは、あれやっていう方はね、もうクリーニング出してあれやったらいいんですけどもね、まあそういったことでクリーニングとか、そういうあんま着てへんか汚れてへんやろとかじゃなくてね、まあ大体ワンシーズンに1回は出しといた方がいいです。はっきりと汚れてます。で僕の場合ね、こんだけでダウンジャケットあるのにお前どうしてんのって話じゃないですか。僕の場合基本的によく使うものしか出しません。っていうのも、こんだけあるんやけど着てるのって 2,3 着なんですよ。ダウンジャケットもね 2,3 着着てるだけでもよう着てる方ですよ。2日に1回は変えてますから。
2日に1回変えていっても、まあ、大体 2,3 着なんですよね。まあそんなもんなんで、まあさっきちょっと最終的にまとめるとね、カバーつけっぱなしやめましょうねと。これも洋服自体傷みますよと。で次直射日光当てるのも色抜けますよと。でそこだけ生地が柔らかくなったりとか傷んだりしますしね。で次がね、ダウンは抜きません。もう出てきてもあの鼻くそと一緒、取らない。もうそれはもう入れっぱなしにしといたらいいんですよ。だからそれはもう入れっぱなしにしとく。で次がクリーニングはしっかり出しましょう。そして撥水剤をかけて、長持ちさせていきましょう。この5つやってるだけで全然違います。やってない人とやってる人やったらほんま何年も変わるぐらい長く持つし大事に着れるんでね、これはぜひね、あの皆さんもやっていただけたらいいかなと思います。まあなのでね、あのよくダウン買った時に何したらいいですかって聞かれるんですけど、この5つしといてくれたらまあ相当痛みません。普通にそうそうそんな変な痛み方はしないんで、この5つさえ守ってれば、問題ないかなと。でまあたまに汚れたりする時あるじゃないですか。ちょっとここにシュッて汚れましたってなった時はどうしたらいいですかって言ったら、もうほんまにちょっとしたこうブラシとかでチュンチュンチュンってやってあげてもいいし、あとねめちゃくちゃ綺麗に油のシミが取れるやり方もあるんですよ。もうそれはほんま魔法みたいに取れるんじゃない。まあまたねそれはねダウンだけじゃなくてマウンテンパーカーとかでも使えるんで、まあ実演してみてね、まあもし成功した場合はね、あのマギー拓造ということでね名前をいただければなということでですね、本日はダウンジャケットでやってはいけない行動5選というのをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。